それでですね。手もに賛美をしていきたいと思います。どうぞお立ちになられる方はどうぞお立ちになってください。 この主にあって、この語るその言葉に、またあなた方がこの私に捧げる。この賛美にこの耳がこの開かれた者たちっていうのを、この私は用意しているとおっしゃいます。このさらにこのあなた方はこの私の言葉に従い、出て行って、この語り、またこの主に賛美を捧げていきなさいとおっしゃいます。このさらに、この聖霊の力強い働きが豊かに表されていくとおっしゃいます。 この群れにこの語られてきたこの言葉のこの一つ一つのこの約束っていうのが今この豊かにこの成就してきていると主は語ります。この一人を一人にこの与えられたそのこの約束のこの言葉においても主がこの死の時にこの約束を成就されていかれるのでその言葉に対するこの信仰の対応っていう事柄を丁寧に成していくようにと主は語ります。さらにあなた方の祈りを強め 私が良しとするまであなた方は祈りきっていきなさいと主はおせられます私は最善の時に私の言葉の成就を豊かに表していくと主はおせられます確かにこの約束の成就の時が来ているってうことにこの心を止めていきなさいと主は言われます この,さらにこのあなた方は、この主に従うことを熱心に求め、またこの与えられている、このたまもの、見たの賜物ものを用いての働きということ柄を熱心に成していきなさいと試合をやれます。この確かにこれから、このさらにこの私は具体的に道を開き、このしると不思議を伴う、この力強い選挙の働きをさらに進めていくと試合をやれます。この主が見心としているこの働きにおいて、決してこの引くことがないようにとしわさらいます。 心であるがゆえにこの許されるこの戦いというのはありますがしかしあなた方はこの信仰にこの固くこの結びつきこの私のこの技にこの預かっていくようにとはさらえますまたこの許されてくる問題や困難においても一つ一つをさらに丁寧に感謝をなしまた賛美をなし喜んでいきなさいと手をさらえますあなた方が信仰を用いることを通して私はあなた方の思いを超えたさらに大きな祝福と 恵みと勝利を表していこうと主がおせられますそれではもう一度3秒してまいりましょう どうぞお座りくださいえそれではセミナーの時をお持ちしたいと思います最初に聖書をお開きします <coughs> 使徒の働きの2章、開きください17節からお読みします。使徒の働きの2章、17節。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻をしみ、老人は夢を見る。 その日、私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。お祈りします。 皆様、このセミナーの時をありがとうございます。どうぞいける神ご自身が今日も豊かに語ってください。あなたに期待してイエス様のお名前によってお祈りいたします。あメン、えー、皆さん、こんばんは。えー、今日はですね、えー、このカリスマのカリスマ宣言、これのですね最後の章、16章、えー、今日で最後になります。で来週からはですね、 えー、見越えに聞き従うの最初の方の古い方の1章からスタートすることになりますですからお持ちの方はぜひ持ってきていただきたいと思いますでこの16章はですねカリスマは勝利の武器ということで書かれていますそれで今お話ししましたように あ今お読みしたところはですね、ヨエルの予言ですけれど、えー、とこの初代教会の時代にですね、えー、この精霊の顕著な技が表されたわけですね、そして、えー、ペンテコステの時に精霊が強く下って、そしてまたそれ以降、弟子たちを通して神様の素晴らしい働きがなされたわけです。で、それをその時のの、ね、ですね、えー、精霊の強い働きのことを、あの初めの雨。 の雨と呼んでいますしかしですね、えー、その後、えー、しばらくですね精霊の働きが全くこう止まってしまってたわけですねところが、えー、1906年の、えー、アズサリバイバルと呼ばれてるアメリカに、えー、起こったですね精霊の働きの、えー、リバイバルのスタートこれからですね、えー、と再びこの精霊の 威厳とかですねそういった多物の働きが、えー、動き始めたわけです。でそして今私たちはそのあとにいるわけですけれどこの聖書の箇所をですね今日見たところを見るとですねこの「ヨエルの予言」の前半はですね確かにここの初めの雨のところで精霊の強い注ぎがあってこの予言が成就したわけです。ところがですね後半の「 部分特に二十節にはですね「主の大いなる輝かしい日が来る前に」って書いてありますけれど「主の輝かし」「主の大いなる輝かしい日」っていうのはイエス・キリストの再臨の時のことを言っていますでその前にですねこの観難時代があるわけですけれどえー この「太陽は闇となり月は血に変わる」というところはですねこの「黙示録」に出てきますけど同じような表現が出てきますけれどですから私たちはですねここでえこの非常に強いまた再びえ本格的なねえこのリバイブの働きが起こると信じていますで実際はですねこの初めの雨に対してこのすでに聖霊の働きがここから始まってますからもう後の雨が降り始めてる。 そういういうに考えることができますそして本当にねどしゃ降りというか大きな働きが黙示録の時代にこの表されてくるということをですね私たちは知ることができます。でその中でですね、えー、私たちはそのたまもの働きがこれから大きく表されてくる前の段階に今私たちはいるということをですねまず知っておく必要があります。 そして、えーまあ、今の時代でもです、ねえー、この同じキリスト教会においても、えー、賜物に関しては触れないとかです、ねえー、それは用いないと言っている方々もおられますしかしです、ねえー、聖書を見るとこの明らかにこの賜物のの働きというのは終わりの時に用いられる非常に大きなポイントになってくるということなんですね。でえー、非常に興味深いのはです、ねえーまあ 私があアメリカにいる頃にサンフランシスコで集会したことがあるんですけれどそこでですね。あの場所を借りてたんですね。そして、その教会はえっと韓国系の教会で長老派の教会だったんです。そうすると、長老派の教会っていうのはえ、賜物をまあ用いない形ですよね。ですから我々が借りた時にですね。この賜物をセミナーをする時とか。 あるいはあの予言をしたりまた癒しの祈りをしたりするときにね、えー、一体どう,どうなるかなっていう感じでちょっとあのビクビクしながら借りてたわけですねでパラオク氏と、まあ、相談しながら、まあ、でもあの主は言われてるからやっちゃえっていうことですねそしてあの <laughs> やってたんですけど実はその教会の後ろの方にですねあの韓国系の教会なんですけれど日本語が分かる方がですねずっと最初から最後まで座ってるわけですね。そして えとなんか我々の様子を伺ってるなんか変なことはしないだろうかとかですねそういう感じで伺ってるんですねそして、えー、時々牧師が出てきてその人とこう喋ったりしてるわけですねでそういったことが23回あってでやはりちょっとまずいのかなとかそういうちょっと感じがあったんですけれどでもですね実は あのその牧師さんもですね、あのも物に関して、本当は実は興味があったということなんですね、後で分かったんですけど、後でパウロ牧師を、ねえー、招待して、えー、メッセージをしてください、そしてまた癒しの祈りをしてくださいという形で言ってこられたんですね。<laughs> で,ですから実際に、えー、本当にこの神様のね従っていきたいそしてまた神様の働きリバイバルについていきたいと思っている教会あるいは牧師さんたちはこの賜物もの働きは無視できない状況になってきてるっていうことなんですね。で今,今まではその、えー、福音派とかなんかで、えー、一切それは触らない、えー、触れない。 そういうふうに、えー、思ってた方々もですね、実際に、えー、この海外、まあ、日本ではまだ多くはありませんけれど、海外ではね、次々とその福音派でも癒しの祈りとか、あるいは威厳とか、そういったものにですね、えー、それを用い始めてる、そしてそれに興味を持って学び始めてるっていうことをですね、私たちは海外選挙を行くことを通して、えー、知ることができるんですね。 でえー、それはですから本当にこのお会いの時にですね非常に重要なものであるということを是非覚えておいていただきたいと思いますそして私たちはですねこのお会いの時に生きるものとしてですね、えー、このカリスマを受けてそしてカリスマを用いるっていうのはですね非常に重要ですそれは神様が用意した武器であってですね、えー、この神様の計画のうちにあるからなんですね でこの終わりのとき、この最後の本の最後ですからね、非常に重要なことが書いてあります。で、その次のところにですね、教会管理と吟味が必要って書いてあります。まあ、毎回毎回、このセミナーをさせていただくときに、2つの重要なことがあるということを伝えていますけれど、しかし、この本のです、ね、最後の重要なところに、もう1回、 この教会管理と吟味が必要だということが書かれているんです。それは、た物の働きというのはちゃんと管理をしていかなければいけない、そして一つは教会による管理である、そしてもう一つは吟味であって、ですねそして聖書的かどうか、そしてその聖書の枠内にあるかどうか、これをちゃんと見ていかなければいけないということですね。えー 教会,教会の管理から外れた例の働きあるいは吟味をしない例の働きは非常に危険だということが再びここ書かれていますでこのカリスマの働きが大きく進む時あるいはこの終わりの時っていうのはですね敵の動きも非常に動き始めるということをですね私たちは承知しておく必要があります。 ですからこの本当の神様の働きに対して敵もいろいろな形で動いてくるということですだからこそ本当のものをちゃんと受け取ってそして本当の形で正しく使っていかなければいけないということをですね私たちはそれを肝に銘じておく必要があるんですね特にこの霊的なものに関しては非常にその見分けが重要になってくるということをですね覚えておいてください。そして こ,のここに書いてあるようにリバイバルが起こるときにはサタンも大きく働くって書いてありますでいろんな霊的なね動きも出てくるっていうことをねぜひ覚えておいてくださいこの本にもそのリバイバルが近づくにつれいろいろな霊的なムーブメントが起こってくるでしょうって書いてありますでサタンも強く働いてくるのですって書いてありますねで、まあ、あのいろんな動きがありますで 私が、ね、アメリカにいた時に、あのー、どっかタイムズスクエアか何か歩いてる時にね何か声かけられて「ちょっとアンケート取りますから答えてください」とか言ってね、えー、言ってた実はそれはあのー、サイエントロジーの人たちだったんですねサイエントロジーっていうのは新しい、まあ、宗教みたいなもんで、まあ、科学的だとは言ってますけれどでも、あのー、新しい霊的な動きですそしていろんな俳優が騙されてます。でなんかこれ <笑><笑>えとジョン・タラウォルタあれとかね、えー、と誰 <laughs> でしたっけねあの有名な俳優、えー、とトム・クルーズですかねあの人たちがそれに入っちゃってるんですね。でそういったね、あのー、騙されてる人たちがたくさんいるっていうことなんです。 でそういった動きが一応いろいろな形でこう目立った形で動き始めてるっていうことを、ね、私はその時知ることができましたで,ですからちゃんと見分けておかなければいけないっていうことを、ねえー、覚えておいてください。それでこ、えー、この、えー、この ですさっき言わせましたけど教会に属するものですから教会の管理の中で用いていかなければいけないですからそれはどういう意味かっていうとその教会に建てられた牧師さんの指示に従ってちゃんと用いていく必要があるっていうことを是非、ね、覚えておいてくださいで教会から離れては一切、えー、たまもは用いないそれをね是非、えー、覚えておいてくださいそれとともに吟味っていうのも、えー、特に予言に関してはですね、えーこの 2人か3人の者のが話して他の者のは吟味しなさいって書かれているように吟味していく必要があります。また第一テサノニクの手紙にもね全てのことをちゃんと見分けていきなさいって書いてあります。ですから、霊的なものに関してはちゃんと見分けておく。で、これが重要だということなんですね。そして、えー、もう一つ重要なことがあります。それは、えー、私たちが聞き従いの土台に立ってるかどうかということです。 でえー、聞き従いの土台がなければこのカリスマの働きも実は無意味だということをこの本でも書かれています。で、えー、このカリスマの働きの中心っていうのはですね確かにあの神様の見心を行っていく上で神様がそれを用いさせてくださるんです。 でこのリバイバルに向かっての働きっていうのも実は神様がお会いの時代に計画しておられることなんですですからこのリバイバルに向かっての働きで私たちが用いられていくわけですけれどまあいろんなね教会でそれぞれの方々が用いられていきますけれど、まあ、私たちもその用いられる一部ですけれどとにかくその神様の計画のうちを歩んでいく必要があるわけです。 そして神様の計画の中を歩むっていうことは何かっていうと、神様が言われていることをやっていかなければ、その計画の成就っていうのはありえないんです。自分の思いでやるんではないんです。自分の力でやるんではないんです。そして神様が言われていること、それを一つ一つやっていくっていうことなんですね。ですからその神様に従っていくんだっていうその立場がなければ。 どんなにたまものが素晴らしいものであってもこの神様の計画しておられるリバイバルの働きあるいはこの週末の飯に関しての働きっていうのは、えー、それは無意味になってくるっていうことなんですね。ですから、えー、ちゃんとその、あのー、聞き従うっていう土台をね私たちはしっかりさせておく必要があります。でこの教会でですね 神様の働きが始まったのは随分前ですけれど、えー、その聞き従いの土台があったからこそですねたまものが開かれてきてるわけです。一番最初に、えー、スタートしたのはある姉妹がね、えー「予言が来てるんですけどしていいですか」でその時、あのー、教会のね、えー、パウローク氏が、えー、神様に祈って聞いてまあ何をやるか分かんないけど、まあ、とにかく主が。 確認したらね、主が言われるということで、そこから予言の働きがスタートしたわけです。で、それは神様が言われたから、それに従ってその働きを始めたわけです。そしてそれが、えー、いろんな形でですね、神様が技をなしてください、予言を通していろんなことが起きてきてるわけです。で、先ほどお出てましたけれど、あのー、ヨーロッパの働きにおいてもね、えー、ロシア系ユダヤ人の働きにおいても。 確かにね神様がもう20年も前からあの私が国分寺に行ってる時からそういう予言はありましただから予言を通して神様は語ってくださってたんですそして神の時に本当にそれが成就したわけですねでそれは神様がそれを計画しておられたからですで私たちはその神様が言われることを一つ一つやっていく中でその技を見ていくことができるっていうことをですね是非覚えておいていただきたいと思いますそして えー、なんか今日の夜の12時そこがね、あのー、個人のものがなくなるっていう話ですけれど、えー、とまああのー、予言でね私も聞いてる範囲では前に、あのー、インターネットとか映像に関してもね最新技術のものを用いていきなさいっていうね予言が前から出てたのを覚えています。で結局そそれれが与えららるるよようになってきてきわけですよねだからこそ なあこの街道内でヘリコプターが飛んだりとかですね <laughs> いろんなことが起きてきてそしてまた今までにない働きがこれから起きてくるでまあ、あのー、寝てる人はヘリコプターを撃ち落とさないのに気をつけていただきたい,といま <laughs> まあそれはあ冗談ですけれどとにかく、あのー、神様がね示されることを一つ一つやっていくことが重要だっていうことですそしてその中で神様の栄光の技が大きく表されてくるっていうことをですね是非覚えておいてください そして今神様がこのリバイバルに向かってなそうとしているのはその予言の働きは当然えね神様の計画をはっきり知るための大きな武器ですしそしてまたた物のの働きにおいても癒しとか知恵知識の言葉とかいろいろな賜物がありますそしてそれらが大きく用いられてきているのを私たちはあの知っています例えば教会の写真ニュースや何か見ててもいろんな癒しがこう起きてきていますそして えー、知恵知識の言葉が用いられたとか癒しの祈りが応えられたとかもう出てきてるんですで本当に考えられるのはね神様の技が起きてるんですねで私も2週間前に、えー、土曜日の夜にです、ね、突然熱が出て38度南部になってあれ明日日曜日でまずいと思ってですねそして必死に祈ったらですねあの朝起きたらもう完全に癒されてました。 で普通ねインフルエンザとか他のだったらそんなにすぐは治んないですけれど癒してくださったんですね。でもう顕著な形でねそういう癒しっていうのはあちこちで起きてきています。主の栄光がいろんなところで表されてきてるっていうのはリバベルのためにその癒しとか 知恵知識の言葉そしてまた予言とか、神様がその賜物を大きく持ちようとされているということを、ですねぜひ覚えておいていただきたいと思います、そしてこのリバイバルのために、働きのためにね、この賜物がいかに重要かということを、皆さん、ぜひ覚えて、ですねさらに学び、そしてそれを共に用いていきたいと思いますお祈りします。 皆様、このセミナーの時をありがとうございます。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメンえっと、第1コリントの14章の一節を読みてください。お読みいたします。 愛を追い求めなさいまた御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい天の様あなたが私たちをこの場に集めてくださったことをありがとうございますこれからの時を豊かに導いてくださいイエス様のお名前によってお願いいたしますアメンご臨大会ですよね、えーえー、GLTV でやったやつで池田さんの支援の24篇。これは良かったかな なかなか心に染みる。やつですね。はい。いらっしゃいますね。が、ジョイちゃんのジョイ。ジョイジョイジョイが良かった。はい。はい、いらっしゃいますね。はい。それから、えっ、ー、と、レイヤーバーテン、これは良かったかなと思います。これもなかなか。良かったですよね。今日は力が入ってましたよね。 それからえー、っと池田さんとそれからエルサイムのエルサイムの平和のために祈るこれが良かったかなとねなかなか迫力がありましたよねエルサイムの平和のために祈るエルサイムですからね <laughs> <laughs>、えー、それと,、えー、っとゴスペルシードのエルサイムこれが良かったかなと思いますこれもなかなか良かったですよねで久方ぶりに、えー「ギフツの輝き械の中でこれが良かったかなと。 これが一番多いかなでも一番あの手を挙げてない人が一番多いですけどね <laughs> これは一体どういうことなんでしょうか <laughs> えっとたまのの働きが今こう起こってきてるんですけどたまもの物の働きの理解と実践というのは重要なんですねえー、っと なぜ理解が重要なのかっていうと霊的な働きっていうのは人間的的ななももの、のあるいいはです、ね、サタン的なものが入りやすすんですねで。その時に私が正しく理解している時にそれをシャッターウトすることができるとこれが一つあるわけですね。ですから「死、えー、の十か」では、えー、だいぶ学んでますよね。さっきちょっとあの卒業した人に聞いたら「20年」って言ってましたね。 あの卒業まで二十年かかったと。ね、こう言っておりましたね。えー、っと、誰か卒業した人いるんですよね。ね。卒業してるにもかかわらず。女性たちよって本見てない。<laughs> <laughs> それで、えー、っと、あの預言者クラスでも、だいぶかかってる人多いんじゃないですかね。で、皆さんね、これはあの、永遠に終わらないわけじゃないのですね。 えー、しかしねあの私もねちょっと理解できないことがあってそれは何かっていうとねあのこの間試験やったら80点かなんか取った人がいてねすごいじゃないかとか,なんかみんな言われてたんですけどなんかあの人確か10年ぐらい同じクラスにいるような気がするんですよね。で10年ぐらい同じクラスにいて80点っていうのはすごいんですかね。大 <laughs> 体いい同じような問題が出ると思うんですけど、ね、それがすごいんですからね。であのえー、っと <laughs> でこの,あの理解っていうのはすごい重要なんです皆さんがやるためにそれからあのいろんな方々を導くために重要なこう意味合いがあるんですね。そしてねあの今同じようなパターンで、えー、と教会の動きが動いておりますけれども今あの大きくあの流れが変わる直前になってきてきんですよねでこの時に気をつけないといけないのは、えー、と皆さんが教えることになって。 なったり導くことになる時がね近づいてるんですん、ね、でその時皆さんね変なことを教えないでくださいあの主、ー、の時間が始まってね長老たちとこういうクラスをやってる時私が先生でやってたんですねで預言感なんかでねこう起きたんですよね長老たちが教えるようになるとねその時何なことを来るかあみたいなこう あのー、笑っておりましたよね。そしたらやっぱりね。今それが起こってきてるんですね。要するに牧師の方々が教えるようになってきてるでしょ。で、ね、その流れって言うのは、えー、その早いものではなかったけども、着実にその広がりが起こってきてるわけですね。そしてえー、っと本線は何かって言うと皆さんね。これから起こる全世界の刈り取りの本線です。で、その時にですね、えー、この賜物の働きっていうのは？ 鍵となたまものの働きをやるかやらないか全うするかどうかは皆さんの奉仕のレベルを決めますまたいろんな方々にそのことを皆さんが説明する時にその方々に賜物ものの働きが起こるかどうかその方々の奉仕の力と大きく関係してきます。具体的にね。あの非常に興味深いと思うのはですね えーっとマーリンさんの最後の言葉ですよね、うん、それは何て言われたかというと100万人一人が100万人って言ったんですね。ところがあの何人か心に止めてる人がいてなんかお話言ったでしょう大川先生も言われましたよね。で他の方も何人か止めておられてですねその方々が言うので逆に止められたんですねありがたかったですね私はあの言葉を逃してましたよね。そして、ね、の感じるのは 示されたって言われたのですねあの励ましのために100万人マーリンさんが言ったという言葉ではありません、ね、マーリンさんは神様に聞き従う方なので私は、ね、本当に語られたのではないかというふうに思います、ね、それで我々全部で100万人って言っているわけじゃないのですね一人を通して100万人、ね、も,もちろんここにいる全員,全員を通して100万人とは思いませんよねこれを通して全員で100万人だったらあの世界の人口を超えちゃうかもしれませんから <laughs> これないかな <laughs> でもあの何人かの方々を通して、ね、そのことが起こってくるってことを感じるのですねでレベその時に皆さんね、えー、と皆さんが導かないといけないのですね。というのはたまもの、えー、と物のこと大に関してはみんな学んでないからだから今議論されてることは非常に基本的な、ね、問題とか間違いの問題が言われてます。 しかしね、これ正しく皆さんが説明し、そしてですね、教えることを通してね、この神の働きが広がっていくのですね。そして皆さんね、その時が近づいているのです。その時が近づいているんです。まあ、どういうふうに来るか分かりませんね。リバイバルはどういうふうに来るんでしょうね。風が吹くんですかね、ぐわっとね。あるいは心の奥底に火が燃えてるっていう感じで来るんでしょうかね。まあ、それにしてもあの。 その時のあの働きは近づいているのでこれを捉えておかないといけないそしてね、正しく理解することは正しく教えることができるとともに正しく理解することによって霊的な賜物が皆さんに有効に現れるポイントとなるのです霊的な賜物で今は技が起こっていますねで今の技の現れ方って言っても昔から考えればとあの大きな働きであるということを思いますしかしね 例えば世界で起こっている霊的な働きに比べるとですねしかしこれは例の,の働きだから皆さんね例の外に行くことが起こります技が起こります、まあ、例えば私たちが外に行って奉仕をする時にここでは起こらない奇跡が起こってきますよねそれは精霊の働きだから今度は日本でもそれがね望み始めますよね皆さんね。 眠いの霊が注がれ始めているのはですねその前触れかもしれませんよねこの具体的にですねそして皆さんねそこで用意をしているかどうかっていうのは皆さんね、えー、っと大きな差となっているのですねそれで神様がたまものの畑を言っているのは今賜物ものの畑を通して主の栄光を表すっていうこととそれとともにですね、あのー、神の技を進めていくっていうこともありますが同時にですね これから起こる神様の賜物を含めた大きな働きのえっと準備と備えが。この中でなされているということですね。どうぞ覚えておいて、あのいただきたいと思います。まあ、先ほど、あの、今野さんがですね、の予言を言われましたけど。えっと、その中でも一つ分かることは。聖霊の働きはこれからだっていうことですね。す、え、で、ー、に激しいリバイバルが起こって、それが衰え始めてるんではなくて。 これからだってしかもね日本はこれ以上落ちないところに落ちてますから皆さん、ね、でこれ以上落ちないところに落ちてそのままずーっと来てますから皆さんねこれ以上落ちないところに落ちてるってことはねこれはねもちろんあのその中に神様の特別な見心があって主はですねそのリバイブの畑を起こし始めるということをね始めてるっていうことを語っておりますねですから皆さんねあの用意をしてください。 そして、ね、皆さんがを、えー、通して精霊がね素晴らしい技をなさい始めますから,だから用意をしといてください。だ80点でダメね <laughs> あのう,うちの先生80点とかないですねこれじゃダメですよね,ねマイナス20点分大変なことになってきますからあの具体的にねですからどうぞあのそれらのことから覚えておいてください。お祈りします 手の妻のあなたのお耳を感謝しますイエス様の名前によってお願いいしますアメンどうぞお立ちください <music> アレルヤー イエスキストのみ、の愛、の親しあいが、たちに、えにありますよ。どうもありがとうございました。